コツコツミキチャンネル、今日はですねこの後踊ってみたを撮ろうと思ってるんですけど、どうせならメイクも韓国アイドルになって撮りたいなと思ったので、100均コスメを使ってできるだけ韓国アイドルになりたいなっていこう、そんな動画です。今もうメイクしちゃってるのでアイメイク、リップを落としていきたいと思います。まずベースの紹介なんですけど、セザンヌの皮脂テカリ防止下地ライトブルーを塗って、クリオのキルカバーグロークッションを塗って、エレガンスのアプードルオートニュアンスをはたいてます。今日はですね TWICE さんのモモさんが PV の時にやっていたメイクを真似してやっていきます。ユアグラムのセクシー&ヘルシーメイクアップアイシャドウスティック05番を塗ります。モーブブラっていう色でドライムつけます。スティックタイプでちゃんとね繰り出して戻せる。めっちゃキラキラになる一気に塗って、指でなじませます。キラキラ見える本当はこのイアグラムのこういうアイシャドウ、単色アイシャドウのダークブラウンっていう色が欲しかったんですけど、2店舗行ってなくて、多分人気色だったみたいで、ダイソーっていっぱいあって、コスメがこのキティちゃんのアイシャドウ、アッシュグレージュ、これ2色入ってて、こっちの色の方使います。二重幅ぐらい薄めに、こんな感じ。アイシャドウブラシも買いました。上に塗ったこの色をこのブラシにとって下まぶたに入れていきます。目尻は平行にこう伸ばす感じで、こんな感じで、こっちが塗った方、塗ってない方。ユアグラムの単色アイシャドウのシャンパンベージュ目頭にくの字に入れます。これ後で涙袋にも塗るんですけど、もっと白っぽい色のやつでもよかったかもしれないです。アイライナーを引いていきます。ユアグラムのリキッドアイライナー黒です。アイライナーがですね、昨日練習して2、3回使ったんですよ。もうなんかなくなっちゃったっぽくちょっともうこれを使うの諦めて、持っていたラブライナーのアイライナーを使って描きます。黒じゃなくて茶色なんですけど、本当は黒がいいです。100均だからしょうがないのかな。使ってる人がいたら教えてほしい。はい、アイライナーが描きました。結構長めで、次はマスカラ、ボリュームラッシュマスカラ黒です。なんか束にするのが流行ってるっぽくて、後でピンセットでなんかちょっと束感を出します。今日はバチバチメイクなので、たっぷりつけた方がいいと思います。こういうやつでまつげをタワーにする。なんかまつげの密度がないからちょっとあんまタワーにならないんですよね、私の場合。まつげの量っていうのかな。はい、マスカラが塗れました。眉毛なんですけど、買ってきたんですけどミスっちゃって、私の髪色今茶色なんですけど、アッシュグレーっていうアイブロウマスカラ買ってきちゃって、眉毛だけ暗くなっちゃうんでボツこれはこのブラシが結構固めだったんですよ。だからね、私的にはなんか塗りやすかった眉毛。アイブロウ
パウダー、これをノーズシャドウとして使おうと思って、この真ん中の色を入れすぎたかもしれんけど入れすぎたかな鼻先にも、ま、同じ中間の色で涙袋を作っていきます。今まで私あんまり涙袋を作ろうって思ってなかったんで、なんか作った方が漏れるかもしれないって最近思ってる。で、さっき使ったシャンパンベージュを筆に取って涙袋に入れます。涙袋をね、やっぱりもうちょっと白い色の方が良かったかもしれない。はい、チークはピュアグラムセクシー&ヘルシーメイクアップアイ&チークカラーピンクオレンジ。チークブラシも買ったのでちょっと使いたいと思います。丸く入れます。なんかね、ラメが入っててね、キラキラしてます、このチーク。はい、チーク入りました。マットリップ D スカーレットっていう色です。すぐ唇に塗れますよみたいな形になってるんですけど、ちょっとムラになりやすいんで、一回手にこう乗せて指とかあれでポンポンって塗った方が良きです。人工的な匂いがするんで苦手な人は苦手だと思う。こんな感じ。これで完成でもいいんですけど、最近の韓国アイドルさんはラインストーンとかラメをほっぺたとか目につけてる人が多いので、でユアグラムでグリッタージェムっていうのが売ってて02番なんですけど、本当は目に使えたらよかったんですけど、あんまね目はやめてくださいって書いてあって、そうグリッターが大きいから目の周りには使用しないでくださいって書いてあって、ペタリに今日は入れたいと思います。もう結構ギラギラなの、ちょっとずつ塗っていく感じかな。でもどこら辺つけようかな。ここら辺すごいよ、これ超キラキラになれるよ。このねグリッターもいっぱい色があったんですけど、この色が薄めのやつが使いやすいと思います。っていうか髪の毛と服を着替えていきます。レッツゴー。髪型と着替えをしてきました。韓国メイクどうでしょうこれで TWICE さんの I can't stop me を踊っていきたいと思います。違う動画になるのでそれは見てください、この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ミキでした。バイバーイ。I'm never gonna hold